ラズリング・ホワイト・タウンは、セイントスノーの楽曲。同グループのファーストシングルとして2020年8月19日に、ランティスから発売された。PV の舞台となった、五稜郭タワー前作、Believe b r i g h t e s, ブ, <S ブライテスト・メロディ r オーバー・ザ・ネクスト・レインボーから約1年6ヶ月ぶりのリリース。これまでは、セイントアクア・スノーとして、単独リリースはなかったが、単独シングルとしては、 初のリリースとなる。ラブライブ。シリーズのライバルグループとしても初のシングルとなった。兄弟曲、ダズリングホワイトタウンのアニメーション PV では、五稜郭タワーの展望台がロケ地となっており、その他にも、函館の名所が次々と登場するものとなっている。また、数のセーラがバイクを運転するシーンもあるが、偶然にも CD の発売日である8月19日は、 バイクの日となっていたため話題となった。楽曲は6月10日に放送された生放送、ラブライブ、サンシャイン、函館聖泉女子高等学院生放送、私たち聖人とスノーです。で公開され、同日中に視聴動画が公式アカウントより、YouTube 上で公開されている。CD は BD 同梱版と DVD 同梱版の2形態が発売され、 CD には、兄弟曲の、ダズリング・ホワイト・タウンと、カップリング曲2曲及びボイスドラマが、BDDVD には、ダズリング・ホワイト・タウンの、アニメーション PV が収録される。初回生産分には、セイント・スノーカードが、ランダムで1枚封入され、ラブライブ、サンシャイン、セイント・スノー・ファースト・ギグ、ウェルカム・ツー・ダズリング・ホワイト・タウンのチケット、 最速先行抽選申込み券が付属する。2020年8月31日付、オリコン週間シングルランキングでは2.7万枚を売り上げて5位にランクインした。収録内容におけるボーカル曲は、太字、ボイスドラマパートは印で表記する。ありがとうございます。